どうした？もしもし。もしもし。はい、久しぶりだな。聞こえますか？聞こえる聞こえる。元気？暑いね。どう？そっちは何度？いやまあ温度計はないけども多分39度。39度。うん、部屋でね。屋上とか？いや、家の中だけど。あ、家の中にいるの？うん、39度だね、俺は。何してんの今？今バイト終わって、うん、もう一個のバイトに向けて寝ようかなと。あら、ごめんね、こんな時に。あ、いえ、全然。うん、実はさ、どうした？あの、プレイステーションプロっていう、おう、プレイステーション4の一個上の改良版みたいのを買いまして。おうおうおう、あ、そんなの出てんだ。そう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 。最新だった？そう、最新じゃないけどね、去年ぐらい出て。あ、そうなんだ。そうそう、画面も、うん、画質も良くなって、その動作も速くて、みたいな。そりゃそうだろ、すごいだろう。そう、すごいんだよ。うん。でね、もう、プレステ4もいらないからさ、うん。トシダさんに譲ろうかなと思って。えぇ？くれんの？だって、ただで？ニコン、うん。マジ？ニコン持ってても仕方ないからさ。確かにね。え、やった。うんうんうん。だからちょっと。できるよ、俺 Wi-Fi もあるし、うち。あ、ほんと？テレビある？うん。テレビある、テレビある。でもあれでしょ？お金払ってないから何も映らないんじゃないの？いや、お金は払ってるよ。あ、そうなの？置いとくだけじゃないから、テレビ。あ、そうなんだ。いつも鏡として使ってるって聞いてたから。いや、使ってない、使って。鏡あるから、別で。あ、そうなんだ。うん。え、舐めてる。黒い画面でさ、歯磨いたりしてるっていう噂で聞いた、うん。いやいやいや、ちゃんとユニットバスに鏡あるから。あ、そうなの？なんでわざわざテレビでやんないよ。あ、そうなんだ。ごめんね。テレビ映る、映る。勘違いしてた。うん、勘違いっていうか、舐め腐ってんな。だからさ、うん。ちょっと、私に行きたいんだけど。あ、来てくれんの？わざわざ。あ、で、逆に来てくれる？いや、まあ、もらうってんだなら、うん、全然行かないとね、それは。今ね、そしたら、あの、森にいるんだけど。おい、また森にいんのか、お前。そうなんだよ。好きだな、森。いや、森にいない時の方が少ないんじゃない、お前。あー、ちょっと今ね、女の子と二人で森歩いてるんだけど。森に住んでんじゃないの？だから、だから、ちょっとね、どうにかして、あれ？なんだよ。なんだこれ。こんなドアなかったのに。ドア？なんか大きなゲートが閉まってて出れなくなってるんだよ。新しいプロのゲームかこれは。プレイステーションプロのゲームかな。うん。ドア。あれ？だからどうにかしてこれ出ないと私逃げないな。ああ、なるほど。ドアで塞がってんだ。じゃあいいよ。これでも脱出できなかったらどうしよう。なんだ？長谷川、じゃあいいや。誰か切られてる。え？怪我してるぞ。巻き込まなくていいから、プレイステーションちょっと待ってくれよ、トシさん。うん。トシさん、やばい。いや、だから。これ、俺、生きて帰らないよ。いいよ、別に。多分あんまやんないし。プレイステーション4上げれないよ。だから、トシさんさ、うん。応援してよ、俺のこと。応援すりゃいいの？もう趣旨変わってんじゃん。だから、俺が生きて帰らないと PS4 上げれないから。あ、まあ、確かに PS4 も、もらう分には欲しいとかな、そりゃ。そうでしょ？うん、まあ、生きて帰ってきてよ、じゃあ。俺と一緒にゲームやりたいって思わない？いや別にまあ一緒にとは。そう思わない？え、誰？違う人で、あ、そう思わない？平泉さん？平泉さんと一緒に来てんの？森。なんかビリビリしてる、いろんなところが。ビリビリしてる？あんま触んな、ビリビリしてるやつ。あぁ！何？なんかすごい電気ショックが今来てね。いやだから触んなよ、そんなとこ。なんだなんだ？触るっていうかなんか。浴びせられてるな。電気を？うん。トシさん、なんだこれ？知らないよ。どこの森だよ。これじゃ、プレステ4あげれねえよ。いや、そんな使命感あんの？プレステ4ってことに。飛び降りた前に、巨大な、そんな、巨大な棒を持った大男が、また大男、走り回ってるよ。一緒に行動してんだろ、もう。トシさん！な、呼ぶんじゃねえよ。どうすんだよ、これ。知らないよ。どうすればいい？ PS4 あげれないよ、これじゃ。じゃあ倒せ、その棒の男。倒せるわけねえだろ。なんでだよ。足とか砕いて人間がどうこうできるような体格じゃねえよ。そんなでかいの？うん、58メートルぐらい、うん、でっか。思った以上にでかい。トシさん、やば。58、木さんでよくわかるな、パッと見で。どうしよう、トシさん。
いや、ちょっとでかすぎるな。それ逃げてもバレるだろ、そのでかかったら。ああ、仲間が今釣られてるよ。何？仲間が肉フックに釣られてる。肉バック？肉フック。肉フック？あの？そして俺を追ってきてる。あの、有名な肉フック。うん。巷で噂の肉フックで話題の。今助けるぞ。助けたらいいよ。女の子でしょ。女の子。うん、彼女。ああ大丈夫か。女の子が今叫んでる。彼女じゃないの。なこと言うなとさ、皆まで。ああそっか、だったよな。森二人にいるんだもんな。そうだよ。そうか、そういう仲か。わりわり。ちょっと待って、やぼなこと。あ、他二人もいる。いや、あれ全部で4人いる、この森に。ラグループ。あ、またたまたま大男の真後ろに。たまたま大男の真後ろ。たまたま出ちゃったよ。あのゲームじゃないの？あの電気。ゲームなわけねえだろ。あの発電機直すんじゃない、うん、なわけないだろ。なんでそしたら PS4 を上げるっていう、どういうこと？いや、俺だけ。ゲーム内で PS4 を上げるっていう、そういう、あ、何？ミッションみたいなのあると思ってんの？いや、わかんないけど。頭おかしいんじゃねえの？いやいや、すげえ言ってくるじゃん。おめえ頭おかしいんじゃねえのか？いや、すげえ言ってくるじゃん。いや、先輩だから俺。お前。先輩？先輩だよ。え？トシさんって？年上だし。年上だ。年上だよ。ごめん、俺てっきり、下僕だと思ってたから。おい、なんで下僕だと思っちゃったんだ？え？だってトシさんの単独ライブの映像作ってるから。 あすいません、その説は。てっきりその音ももう忘れてしまって。いやいやいや、俺のことを下に見てんのかなって思っちゃった。ごめんトシさん、その説は。いや全然下に見てもらって。あ、大丈夫。すいません、本当に大好評でした。はい、下に大丈夫です。トシさんに今まさか下に見られると思わなかったから。そうだね、俺が一番怖かったね今。うん、俺がいつも下に見てるはずなのに。何回も言わないで。分かったから。一回で分かるから、下僕でも。自分が下僕なことは。そんなこと言うつもりじゃなかったの。あ、本当に？そう、頑張って俺、トシさんに PS4 をあげたいんだ。いや、そんな使命感感じなくていいよ、別に。無理しなくて。PS4 プロを買った瞬間に、これは、トシさんがね、やっぱその、全く遊びっていうものを知らずに生きてきたじゃない、お金じゃないから。いや、勝手に決めんな。いろいろ遊んでるよ。さ、トランプ買いたいって言ってもお父さんお母さんにダメだって言われて、ね、どの時代のどの場所なんだろう。ゲームボーイもダメだって言われて、かわいそうだから俺はどうにかしてね、ずーっと持ってきたの、トースさんに PS4 をあげようって。ありがたいけど別にアドバンスとか持ってたから。その千載一遇のチャンスなんだよ。あー、じゃあ頑張ってくれよ。頑張るぞトースさん。あと1個、あと1個発電機。いや急にあと1個か。トシヒデ、おい、人の名前雑につなげんな。年日で俺あと1個で発電機つけてみんなと一緒に帰るから。また発電機じゃないか、ほら。あー、おい、大丈夫か、長谷川。大丈夫、発電機が爆発しただけだから。こんなのもあるの、大男の他に。そう、大男の様子が全然落ち着いてるね。うん、いやいや、もう大変だ、今フックに今釣られたばっかりだよ。聞こえなかったの、年さん、悲鳴が。何も聞こえないよ、長谷川の悪口しか聞こえない。悪口なんか言ってた、俺。俺を下僕と罵る声しか聞こえない。え、記憶ないの？嘘でしょ。そういう効果もある。被害妄想じゃないのそれ。被害妄想じゃないよ。常に周りからそう言われてるから、そういう現状が。周りからも言われてねえし、お前だけだよそんなこと言ってくんの。嘘だ。なんか電波で頭おかしかったんだよお前、その電池で。どうしたら大変だ。ちょっと待って、今黙って静かにして。いや、なんで黙んなきゃいけない。今俺ね、その今釣られた仲間を助けに行ってるんだけど。ああ、つけた方がいい。やばい、目の前にもう倒れた、殴られた、また痛がって、ほら。トシさん、なんだよ。後ろから大男が、大男が追いかけてくるよ。中継する暇あんだったら携帯切れよ。走れよ、もっと。そんなさ、じゃあトシさん不安にならない？俺が殴られてさ、電話切ったら。いや、不安なる。警察だって言うよ、どう、絶対に電話切らないでくださいって。うん。警察に。警察じゃないの、トシさん。俺は警察じゃないよ。え？お前俺警察だと思ってたの？お前俺のこと。そして警察じゃなかった。警察に電話気軽にかけんじゃねえよお前。ちょっと本当もう深刻な状態だから。いや、むしろ警察にかけろって。だから警察に。あ、俺じゃどうにもできないって。あと俺と女の子だけ。ええ、いいじゃん、イチャイチャしちゃうよ。トシさん頑張って、俺は逃げるぞ。イチャイチャしちゃうよトシさん。俺トシさんに PS4 をあげるために。いいよ、俺のこと気にすんなって。よし、自分の命と彼女のこと守ってあげろよ。彼女を逃がした。ああ、偉い。今目の前にハッチがあるから飛び込んでみせるよ、トシさん。何があるか。ちょっと待って、長谷川。いった。
何がある、何飛び越えたの。ハッチ脱出口にね、うまく逃げ込んだ瞬間にね、大男に棒で腹をぶん殴られた。うわ、最悪。よくそんな冷静に説明できるな。腹ぶん殴られて。痛ぇ。T で済むのそれ。痛ぇよ、トシさん。58メートルあるんでしょそいつ。やばかったよ。すごいアンダー、そんなんじゃアンダースイングだったね。めちゃめちゃアンダースイングだな。ゴルフみたいになってるな。ほんとだったよ。横スイングじゃないね。俺のハッチで出るぞっていう威力でね、うまく打ち上げられずに中に入れたから。全然わかんないけど、ハッチに出る威力ってよくわかんないけど。トシさんありがとう。あ、もう助かったの、じゃあ終わった。うん。おう。じゃあ PS4。もらえるんだ、PS4。ちょっと、あげるから。デッドバイデイライトっていうの買ってもらって。やっぱデッドバイデイライトだな。それをちょっとね、二人でやりましょう。これデッドバイデイライトだろう、これ。じゃ。おう。あ、行ったかった。頼んだよ。あれ、あれ、なんだこれ。終わったんだろ、殴られたところが痛い。なんか、あれあれ、これ、血がすごい出て、あっ、おい、あっ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 、